カナダからそれから米国行かれていますけど、そのプロセスの中で、その北アメリカで一番影響を受けた方っていうのはどんな方なんでしょう？やはり恩師の人に一番影響を受けたと思います。一番最初にその大学院に行こうって決めた理由は、大学の4年生の時に免疫学の、授業を取って、それすごく似せられまして、その時に一番面白い授業を教えてくれた先生のラボに、どうしても取ってくださいって頼んで、大学に入って、その先生のもとで働きました。免疫学のどういうところに面白みを感じられたんでしやはりワクチンですね。ワクチンがどうやって働くのかっていうのをいろいろ調べたのが大学院生の、仕事なんですけども、やはりいろんな免疫の細胞がどうやって働いて、どうやって動いて、ウイルスとかバクテリアを認識してやっつけていくのかっていうのをいろいろ調べて、やはりそこに面白さもあったんですけれども、ワクチンが、人の命を救うっていうのもありまして、すごく大切な研究だっていうことで、免疫学からウイルス学へ、それから今の特にコロナに注目されていくというずっと流れがあるんですね。私もそうウイルスって言ってもいろいろ手がけてきまして、やはりウイルスとホストがどうやって共存するのかっていうの、そのところと、あとウイルスがどうやっていろんな病気を起こすかっていうのをいろいろ見てきて、ウイルスごとに全然違うんですけれども、やはり面白いからやっていけるんですよね、辛いけど。不思議ですよね。まだ分かってないこといっぱいありますね、いっぱいありますよね、本当に。帯状疱疹なんかも、なんで免疫落ちてくると出てくるのかよく分からないですね、あれは。どこに潜んでってどうなってるっていうのは、大まかなことは分かってても、なぜ帯状疱疹になっちゃうのと、本当に不思議なものが、そのままずっとなんか、私たちの老人の目で見ると、昔、わからないなと思ったことがいまだにずっと残ってるような気がしますし、今度のコロナウイルスのこのパンデミックもスペイン風邪なんかとだいぶ違うような気がするんですけど、先生の専門の目から見ててどんな特徴があると思う？そうですね。何か病気の、起こり方とか、あとすごく無傷で治る人もいれば、ロングコビットって言ってものすごい長い間、バラエティ幅広いですね。幅広いですよね。こんな幅広いのちょっと あんまり見たことないですよね。同じような感染症、インフルエンザもパンデミックになるけど、大体感染したら2、3日で熱は出てくるし、そのウイルスの排泄の非常に早い段階から熱と並行して起きてきますよね。コロナは全然症状が出てなくてもウイルスが出てたりと、変ですね、これ。そうなんですよ。症状が出ないときにウイルスがすごく高いレベルに持っていかれるので、それで感染とかが防ぎにくくなってしまって、本当に厄介ですよね。感染する臓器も実は肺以外も結構あるというのを、病理組織なんか見てると心臓にまで入ってるから、何これと思うんですけど。本当そうですよね。腸管だとか心臓、また脳、いろんなところにこのウイルス、結構感染してますので、肺だけじゃないですよね。全身感染ですね。そこのメカニズムはレセプターだけで説明がつくようなもんなんでしょうか？どうなんでしょうね。やはりエピテリアム、なんていうの、エピテリアム、すいません、日本語でわからない。上皮細胞ですか。上皮細胞に結構ひっついて、そこから増えていくので、そういう細胞がある臓器っていうのは結構感染されやすいですよね。今、ワクチンが出て、ちょっと人類社会全体としては首都休止になりつつあるような感じもするんですけど、だけど片方でインドの変異株が出てきて、また厳しいも見えています。今後の流れを先生の目から予測すると、どうなってきますでしょうね、これ、コロナのこのパンデミック。今年中に収束することはありえないとは思うんですあけど。りえないですね。もうちょっと
難しいですね。世界中に広まっていますし、いろんな変異株が出てくるので、あの一つの株だけの時は、まあ2021年になんとか収束するんじゃないかって私は言ったんですけども、その時には変異株がなかったんですよ。今はいろんなものが出てきてるのは本当分かんないですよね。変異株の出る頻度もやっぱり感染者の数が多くなると多いですよね。そうですよね。もういろんなところに火のように広がっていますよね。あとやっぱり南北問題があって、ワクチンが届かないところに感染が広がりつつあるから、なかなか収束が難しいんじゃないかなとちょっと危惧しているんですけど、それが一番あれですよね。心配なところはやはりアフリカとかいろんな国にワクチンが全然行き当たってないので、そこでいろんな変異株がまた増えると、ま、旅行とかですぐにまた広がってしまう。それがちょっと心配ですよね。結局最後は阻害剤ができるかどうか、リポシーショニングがうまく早くいくかにかかってるかと思うんですけど、安価な薬が開発される見込みっていうのはどうなんでしょう。厳しいでしょうかね、これまだ。どうなんでしょうね。今のところそういう薬出てこないですよね。ですね。やはりワクチンでなんとかまとめるしかない。ないんじゃないかと思うんですけども、それが、はい、いくら早く行き渡るかっていうのが一番問題ですよね。そうですね。このコロナウイルスの感染の問題は、一つはそのパンデミックであることで、その生存の問題でもあるんですけど、一方で見ていると国際政治にすごく影響が与えられてきてて、その私の目から見るとある種民主主義の危機が起き始めているような状況でもある。どちらに触れるかわからない非常にリスキーなフェーズを今の社会を迎えているのかもしれないなと思ってまして、そういう意味ではその一般市民の人にいろんな情報を的確に届けることが必要かなということも感じておられるんですけど、先生よく発信しておられるなと思って。そうですね、もう私も本当にそう思っていまして、一般市民の人に理解してもらわないと、一人一人がやはり努力しないとなかなか終わらないと思うんで、ワクチンを打ったりマスクをつけたり、一人一人の行動が大切になってきますよね。その時に教育っていうか、ウイルスが何なのかっていうのもわからないような状態でワクチンを打てって言ってもちょっと無理なんで、最初の基本的なところからお話しして、それで理解してもらった上で自分で決めて打つっていうのが一番いいですよね。アメリカでも結構ワクチン打たない人多いんですよね。多いんですよね。今困ってますけど、ちょっと。そうですね。本当にそうなんです。州によって違うんですけれども、南の州に行くと結構そういう人が多くって、これは絶対ハードイミュニティにならない状態になってしまって、でデルタの株がすごく感染が早いんで、80から90%の人がワクチン打ってないとそういうハードイミュニティにならないっていうので、結局今はちょっと無理なんですよね。集団免疫成立するために、先生の目で見られるとやっぱり 80%、90% 必要だと思う。そうですね、もう最近の株はそうなってきましたね。やっぱりこれ大変ですね、達成するのやっていいのかな。そう、日本でもワクチンあんまり行き渡っていませんよね。今はサプライがちょっと遅れてるんですね。で、ある部分先行して動いているところは結構行き渡って、老人の方は我々はもうだいぶ前に2回も打ってます。私もオリンピックです。今賑やかになってますけど、それとともに東京の感染者も相当増えてますので。病院とかはどうなってるんでしょうか。病院もですね、今本当逼迫してます、重症のケアがですね、ただ感染がちょっと変わってきたのは、ほとんど感染者が30代20代
まあ、40代までの方が8割までになってきてて、あの感染層がだいぶ変わってきてますね。初期の頃はまあ老人が危なかったんですけど、我々も全部こうワクチン受けてるので意外と感染が少ない状態。なるほど、そうですか。それでも心配ですよね。そう、若い方でもあの重症になるので危ないですよね。免疫学的にはこの、そのウイルス感染症の症状の多様性とか重症度の多様性というのはある程度分かってきてるんでしょうか。あの今オンゴーイングの研究もあるかと思います。差し支えのない範囲で。いやいやいや、あのほとんどもうすべてあのいろんなところで発表してますけれども、やはりそうですね、重症になる人っていうのは免疫の暴走がすごく起こっていまして、あのいろんなあのタイプの免疫のサイトカインストームとかが、そうですね、あとあの普通だったらあの寄生虫とかに、はい、対する免疫、はい、TH2 とかでも結構いろいろ出てますので、ほとんどあの本当に暴走っていう言葉があのふさわしいような、そういう免疫が出てますね。やはり その免疫であの多分重症になってると思うんで、ですからあのステロイドとか使ってなんとかこうあの重症度を下げるっていうの、それぐらいしかできないですよね。そうなるとこの重症化しやすい人の特徴というのはかなり、分かってきているんでしょうが、そのいろんなあの合併症をもともと持っているとか、そうですよね。それプラスやはり年齢ですよね。あの、まあ、ワクチンを打ってれば多分そうならなくて済むんですけれども、あのその前まではやはりあの高齢者の方が一番重症化、あと男性ですよね。男性の方が重症化しやすい。これはなぜなんでしょう。やはり免疫の違いだと私は思います。男性 の, あの免疫調べると結構 T 細胞の活性化とかができてないんですよね。お、ですから免疫、そうなんですよ、すごい本当に、特にあの高齢の男性はほとんど T 細胞の活性化がなくて、でも女性はもう90代でもあの結構出てるんです。お女性の方が長生きする秘訣はそこにあるのか。どうでしょうね。本当に免疫だけを見るとすごいあの女性の方が優秀ですよね。そこのメカニズムはもう分かりかけてるんですか。女性ホルモンの関係。そうですね、まだこれといったメカニズムは分かってないんですけども、うん、やはりホルモンの関係か、あと、まあ、あの X 遺伝子 の,、うん、の2つコピーがあるっていうので、その関係か、うん、X 遺伝子の中に何かファクターがある。はい、あ、面白いですね。面白いです。本当にありがとうございました。あの楽しくお話できました。それはいろいろ勉強になるお話を伺いました。刺激になりました。